こんにちは、ノーです。パワープルプレイやっていきます。今回は、無課金、未課金向け、狙い撃ちスターセレクションガチャですね。引くべきか、ステイすべきか、解説させていただきます。よろしくお願いします。ということで、いつもの結論からいくやつですね。今回の、キリュウ、シラセ、そして、オリベガチャに関しては、無課金、未課金の方、ともども、基本的にスルーでいいかなというふうに思っております。ただし、例外的には、この全員の PSR を持って、いなくて、まあ、どうしても過去をここで一発狙っておきたいという方に関しては止めはしないという感じですね。で、今からその理由というのをつらつら話していきます。で、まあ、この3人って優秀ですよねとか、30連で狙えるんだったら、まあ、ありじゃないですか。まあ、そんないろんな意見が聞こえてきそうですが、まあ、例外的には引いてもいいよってことで、ご承知おきいただければいいかなっていうところです。で、このガチャですが、まず初回は30個でも合わせて PR の3人から1枚確定。2回目は、バナーキャラの SR ですね。確定で40個で回せて、3回目が PSR のどれかが確定という感じになってます。で、4回目以降は、バナーキャラの PR1 枚確定で、出現率アップで、という感じですね。はい。で、このガチャに関してですけど、まあ、結構強いと思います。で、まあ、キリルは今でもね、いろんなところで使ったりしますし、シラセも最近実装されたばかりのキャラクターで、まあ、持ってる方も多いと思うので、上限解放しやすいし、いいし。で、オリベに関しては、今、最前線の野手高校の必須キャラクターになっているので、ガチャ自体はめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあ、なんでっていう話が、まあ、キャラクターの性能とかは後で解説するので、置いておいたとしても、この24日の9時ってめちゃくちゃ怪しくないですか？で、この24日の9時が、イチローさんのガチャもこのタイミングで終わる。そして、救援のおまけガチャもこのタイミングで終わる。本日実装されたスターセレクションもこのタイミングで終わる。ということは、結構大きいガチャがこのタイミングで来るのかなっていう予想は立ちますよね。なので、まあ、この3人のキャラ、今使ってて、普通に、この、最前線の環境でね。で、今後もなんかぐちゃぐちゃになりましたけど、今後も活躍できそうなキャラクターたちだなというふうには思うんですけど、まあ、ここで無理しなくても、まあ、より良いガチャが来る可能性はあるかなっていうふうに思ってます。まあ、それが、まあ、こう、でかい強いガチャ、まあ、周年ガチャとかなのか、もしくは、まあ、このタイミング的には新高校とかね、まあ、そういうガチャになるのか、はたまた、まあ、この、なんだろう、あの、投資でね、いつも毎年、まあ、このタイミングでめちゃくちゃ強いガチャ来たりするので、まあ、そういったガチャになるのか、まあ、どれになるのかっていうのは全くわからないし、まあ、僕が重くそ外してるかもしれないんですけど、まあ、そういう思惑があるので、まあ、今は全然無理しなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、じゃあ、どういう条件だったら引いてもいいのとか、まあ、どういう感じだったら、こう、検討しに行けばいいのっていう話なんですけど、まあ、この3キャラの PSR 持ってなくて、かつ、まあ、あと1枚、今後入ってくれば、まあ、こう、うまく回していけそうだなっていう方に関しては、全然検討していいかなっていうふうに思ってます。キャラ性能自体は、まあ、めちゃくちゃ強いんですよね。まず、キリルに関しては練習効果30ついてて、筋力と、技術のボーナスが8と10ついていて、かつ、練習効果も、まあ、先ほど 30% 50つくんですけど、35でも 10% ついて、パワーの上限4ついて、かつ、筋力も、エースキラー、ストレートキラー取れて、投手の時はマインドブレーカーとアームブレーカー取れるっていうね、まあ、めちゃくちゃ強いキャラクターになってます。イベントもね、癖ないですし、能力の方も結構こう伸びがピッチャーは取れて、野手の方はパワーヒッター合格打法で、この追い打ちとかね、今後では強いコツが取れるので、まあ普通に使えますという話と、シラセに関しても、超特殊能力がローリング打法をね、この登場とかをね、取ってない方に関しては、まあ、結構欲しいかなっていう風に思ったりするし、二種筋特しっかり確定で、走力と守備の上限2ずつ、そして技術ボーナス練習効果やる気150というところでタックも強いですし、まあ普通にこう、ローリング打法の相方としては、まあ性能的に申し分ないっていう感じですね。で、まあ、赤で肩で強いんですけど、まあ、今後の中では結構体力回復イベントが選択じゃなくてどうしても自動でついてしまうというところが、まあ、ネックにはなるのかなっていうふうには思ってます。
で、最後にオリベですね。で、オリベに関しては、まあ、めちゃくちゃ強いし、一番使うキャラです。はい。で、超特殊能力、総力バーストと一番槍入ってきて、50になると、スペシャルタック65の試合経験点 20% のスペシャルタック固有でもついてるっていう感じですね。で、守備と補給の上限という感じになってます。ピンショーボーナスも4ついて、やる気も150、筋力も固有でついているので、2周基礎モナーで、守備型でマイベというところで、まあ、外す理由が今は今後レゴではないキャラクターになってますね。なので、まあ、このあたりの上限解放とか、まあ、PSR ワンチャンオリブ欲しいな、みたいな方に関しては、まあ、全然このガチャ自体はそんなに悪くはないのかなっていうふうに思ってます。まあ、そんな感じの3人が並んでいて、まあ、30連で非常に引きやすくて、まあ、2回目の SR とかでの解放も狙えますし、3回目のこう PSR で母体取れようもんならね、まあ、今後ゆっくりと解放していくこと自体は、まあ、不可能ではないのかなっていうふうに思っているので、まあ、個人的には、まあまあまあ、結構、まあ、うん、ただ、やはり気になるのはこの25日っていう感じになってますね。で、25日、まあ、何来るんでしょうね。全くわからないけど、正直僕には。ただ、まあ、まあ分かってないからこういう話をできるんですけど、まあ結構いいガチャは来るんじゃないのかなって思ってます。で、まあスターセレクション引くんであれば、まあ一郎さんのガチャは40連して、一郎さん SR35 でもいいから取っておいて、まあ、しっかりと、こう、コントロールの上限を8上げられる方が、まあ、メリットは大きいんじゃないのかな。まあ、どうなんでしょうね。PSR 確実に下だと手に入るので、まあ、どっちが優秀とまでは言わない、まあ、言えないかなっていうふうに思いますけど、まあ、個人的には、まあ、やっぱり、こう、次の復刻がいつになるんだろうなってキャラクターと、あとは、まあもしかしたらもう混合連合これ雰囲気的にやらないんじゃないかみたいなところまでこのガチャとか出てくるとあるので、なんかその辺の二択を迫られると、まあ一郎さん取っといた方がいいのかななんていうふうには思ってます。僕も今のところ無課金のアカウントの方は一郎さんも引いてないし何にも引いてないんですけど、まあちょっと一郎さんの投手バージョンの方はどうしようかなって、まあ後ろ髪引かれる感じには現状なって、まあ、取れば141組めるかって言われると、まあ、ちょっとどうだろう。まあ、サイリーいないんで、組めなさそうなんですけど。まあ、ちょっとこのタイミングだったら、やっぱガチャ券を一郎さん狙いで回しとくのもありかな、なんていうふうには思ってます。まあ、結構こう、皆さんにね、ガチャ券回しときですよって言って、まあ、嬉しい声をツイッターで何件も何件ももらったんですけど、まあ、今はやっぱ一郎さんが、こう引ければ全然こう違うし、まあ、シラセも復刻してきたので、まあ、まあタイミング的にはまあ悪くはないかなぐらいかな。まあ前まで結構限定キャラバンバンバンとサイリとかね、あとは怪し者の天守の周りのね、同衛とか、まあいろんなキャラいたんで結構進めたんですけど、まあ今もタイミングとしてはそんなに悪くはないのかなっていうふうには思ってます。なので、まあ個人的には、まあ引きたい方はいると思うし、全然悪いガチャではないのでいいんですけど、まあ、25日の方に期待してもいいのかななんていうふうには思ってます。まあ、これが正解になるか不正解になるかは25日に開ければわかるので、まあ、その時にね、また皆さんといろいろお話できればいいかななんていうふうに思ってます。ぜひぜひ皆さんのご意見もお聞かせいただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。